許せない話30分拡大スペシャルということで、うん、はい、先週ちょっと、お休みいただいた、はい、お休みだったっていうのもあるのでね、うん、そんな感じで今日はお届けするのですが、はい、さっきのオープニングを先週もやってないけどオープニングを外せなくて、そうなんです、オープニングをパパパッと、はい、巻きでやりたいと思います。写真の方行ってください、ドン、はい、はい、9月20日ですね、これは、はい、20日は、ブエノスでクラブダイナーという、ライブに出演させていただきました、はい、この日はね、あの台風直撃で、ね、インターネット見てもあの皆さん今日は、うん、早く家に帰ってくださいって促してたぐらい時に、はい、来いとね、はい、私はそれなのに会いに来て会いに来てって言ってね、皆さんこんな雨の日に来てくれた、ありがとうございます、はい、人がいらっしゃって素敵な一日を、ね、過ごすことができましたが、はい、そのままバンバン写真いっちゃってくださいね、うんうん、あー、そうか、今通信制限ある人が多いからね。あー、通信制限ある人は固まっちゃう人が多いかも。Wi-Fi の前で見るか、いいね、この後で YouTube で見るかですね、はい、うん、そう、ベノスです、はい、で、この日は久々に東京を歌ったよね、箱ライブでね、うん、これは絶対俺が人々にって言ってる言ってるな絶対言ってる、はい、あ、もうちょっと写真早くてもいいっすよ、なんか、さっきと一緒の、あー、ちゃう、そうそう、パートって言うよ、ちゃう、これぜひみんなね、そう、お集まりの皆さんがね、はい、来ていただいて、はい、あとこれ台風、マジで台風3個来てるんやったっけ、この日、うん、ほんで次の日になんか消えましたとか言って、なんでやねんみたいな、そうそうそう、なんなんやろな、だからもうそれこそもうなんか許せない話かもしれないですけど、でも、はい、まあ、それだけ怒っても無意味やからな、そうやね、はい、あ、で、次の日かな、うん、23日か、次の日はおいでやんすよ、それがなくてその次の日か、そうです、233日は、うん、ラムビーツ、ね、そう、皆さんおなじみラムビーツが最近、うん、ってかカメラをね真剣に最近始めて、ラムの企画ということで、うん、エルクストリートと、うん、でリップバイブとニッパチも、うん、来てて、うん、時間差でスタジオでアーシャを撮っていただいたんですよ、あ、ちょっと言ってるとこ、はい、巻いていってくださいよ、写真どんどん、はい、いろんな写真を撮ってまだ公開してないですけどね、うん、はい、そうですね、こんな感じで、これね、あ、これちょっと見て、応仁の乱っていう、めっちゃ面白いよな、これセンスあるよな、やけど年号入れても無理や、はい、そうですね、日曜日は初めて、うん、田畑ストリート、はい、行きました、田畑、サムライフェスでね、うん、田畑いいですよって言ってくださった人がいるので早速田畑に行ってきました、うん、で、この日は初めてフィドちゃんとストリートやって、うん、で、いろんな人会いに来てくれた上に止められることもなくて、すごい伸び伸びできました、うん、通信制限変わってないの、固まってんの、でもちょっと田畑はやっぱ大宮とかに比べると人少ないから、今度また平日田畑攻めようかなと、うん、ですね、思いつつ、はい、どんどん行ってくださいよ、もうそんな固まんねやろ、ここでもいいよね、雨の日でもこの高速の下のところできるし、うん、ロケーションが俺結構好き、うん、そう、フィオちゃん、フィオシですね、こんなに集まってくれましたと、はい、ありがとうございます、皆様、この日なんかさ、バングラディッシュ人の人が私と写真を撮ろうって言ってくれて、うん、撮って Facebook フレンズなんで、うん、私のことをその人がタグ付けして、うん、で、なんかアラビア語みたいなんて書いてるから私は一言も読まれへんねんけど、うん、私をストリートで見たよみたいなことを紹介してくれてるんだけど、うん、その人がめっちゃフレンズおるみたいで、ちょっとストップしてね、フレンズおるみたいで300何十いいね来てんやん、その人すごいで、その人のなんかフレンズみたいな人が毎日15人ぐらい、めっちゃ私バングラディッシュ人めっちゃフレンズ今増えてるんですけど、マジで、はい、でみんな何書いてるの、それは全員バングラディッシュ人な、うん、多分で、なんか飛んでも飛んでもこうアラビア人で、
アラビア語で全然分かれへんし、しかも電話とかかけてくんねやんか、あのフェイスタイムで。そう、出てないねんけど。はい、ということで次行ってください。で、ルクストリートの今後のスケジュールとしましては、2016、来月16日は久々大阪地元でのライブになります、うん、そしてね、大阪出るか一番お世話になってた箱というか、うん、ファンジェ、トワイスでいいよなあ、そこ照明ライブもね、はい、うん、させてもらいます。フレイドン、次行ってください。で、この日はね、初ツーリップスも大阪ということで、はい、で、今のところこの18組の、うん、めっちゃ多いな、そう、アーティストさんが出演するみたいなので、はい、関西の方ぜひ遊びに来てください。来てください。で、次の写真ドン。はい、これですね。10月30日、ルクストリートプレゼンツ会心の一撃ハロウィンパーティーということでですね、この第一弾出演者を本日今から発表したいと思うのですが、ちょっとこれ小さくしてピュッて、はい、緊張しますね。緊張しますね。ジュライさん、先日すみだフェスでご挨拶ごめんなさいけど、ジュライさんとアイコンタクトしたよね。私手振った時こうやってやってくれて、なんか手振ったかーみたいな顔して、私が知り合い、そう、これ見てくださってる、そう、見てくださって、あなたも知ってますよ、あの二人、あ、後から私、あー、はい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 、そうそう、どうもありがとうございます。はい、じゃあ、第一弾、はい、出演者を言いましょうか、はい、言いましょうか、はい、私が言いますか、はい、言ってください。言って、どうする、写真パーンって出す、最後に出す、あ、あ、じゃあバーンって言ってボンってフライヤーだそっか、じゃあ、じゃあピッて、はい、はい、出演者、はい、1人目ドン、あー、ちょっと待って、何どういうこと、どういうこと、そんなんない、出演者、名前をあいうえお順に言うからね、あいうえお順、はい、言ってください、はい、あいうえお順、あ、はい、1人目ドン、エルクストリート、もう違う、こっからエルクが出へんかったらどうすんの、ドンってどういうこと言うの、あ、泉文さんです、イエーイ。で、2人目、はい、XYZ、 イエーイ。3組目、カズオくんです、イエーイ。4組目、コトちゃんです、イエーイ。5組目、ツーリップスですね、イエーイ。6組目、この前も出てくれたミラちゃんです、はい、イエーイ。で、7人目、森山ベルちゃんです、イエーイ。9人目、ラウド、イエーイ、イエーイ。で、10組目、リップパイです、イエーイ。11組目、リンク、イエイエイ。12組目、ゆうみちゃん、イエーイ。13組目、ゆっくら、イエーイ。で、DJ は岡本潤と健太 from SFB ということで、が第1弾でございます、ね、はい、第1、これ第1弾、ね、はい、第1弾、まあ、で、この後、はい、金曜日、ちょうどこの10月30日、うん、ハロウィンパーティーの1ヶ月前になる9月30日、うん、に第2弾の、はい、ゲストを発表、うん、したいと思います。ちなみに、あの第1弾のやつ出して、はい、で、今日発表したアーティストがドン、こちらでございますね、はい。で、これ何が、うん、私の中で一番かっていうのは、うん、やっぱり会心の一撃って、まあ、うんうん、オールジャンル、そうですね、ということに私はすごくこだわっていて、はい、なんか、うんうん、M ステスーパーライブみたいなイベントがいいなっていうか、うん、いいよね、そうそう、自分がお目当てじゃないアーティストさんの中でも、うん、1曲は好きな曲を気に入って帰れるお客さんがね、うん、そういうイベントやったらいいなと思ってて、で、そのオールジャンルで、しかもそのオールジャンルやのに、あのハロウィンパーティーって大体お客さんが仮装してくれるのはよくあるけど、アーティストが強制的に仮装させられるっていうのはあまりないので、そうっすね、そう、今回それでね、だいぶ、はい、お願いします、皆様にはすいませんが、あの仮装もしていただけませんかとお願いして、全員から OK をいただいてるのは、なぜか私パパから電話がかかってきてますね、9時半から今日番組って知らないんですよね、あー、はい、かもしれないですね、はい、はい、って感じなので、何やった、今電話かかってきてんの見てちょっと飛んでるけど、固まるって いう電話かもしれない、10月30日仕事で行けやん、何チケットは、音楽の合コンあるチケットは2000円、前より2000円でございます、あ、そうです、今回も主催イベントということでエルク郵便、うん、します、はい、します、あなたの職場、あなたの自宅、あなたが遊んでる場所、うん、いつも会いに来てくれる皆さんに、はい、今回はエルクからチケットを持って会いに行こうという、そういうエルク郵便もやりますので、うん、皆さんそちらもチェックしてください。あ、もうこれで終わりです、当日は高いからね、違う、で、この続きのフライヤーまで行きましょう、ドン、はい、で、次は、11月12日ブラッシュクラスボリューム8、うん、ファーストアニバーサリー、うん、渋谷サラウンジということで、うん、エルクストリート、そちらにも参戦が決定しております、ありがとうございます、このイベントは、今日で、ね、10、11、12、9、10、9、11、12かな、うん、と3回なんか、ブラッシュクラスがあるうち2回行った人には、うん、ドン、次の
はい、ね、コンピアルバムを、無料プレゼントという企画をやってみたいですので11、12、そうですね、うん、9月10日岩本とエクマがもし来てない人も11月12日と12月24日両方来たら無料でもらえるよというそんな、コンピアルバムにエルクストリートも参加しておりますのでそちらもぜひぜひチェックよろしくお願いします。いいね、よく喋ってるね、回転すごかったね。はい、ということでもうオープニングいいですかね、はい、もう10分待たせてしまったので、ね、はい、今日はひとし松本の許せない話、うん、もうまっちゃん大好きな私としてはこんなやってみたいと思いつつ、うん、はい、マグリちゃんでサンプリングや松本の許せない話、あの今日ずっと最近のね、あの過去動画見てたんですけどクレームがすっごく多かったらしいです。あのそうなん、ということで、あのこれがねクレームが多くて炎上、うん、いい意味での炎上以外しないように祈る、うん、はい、祈りながら今日は1時間半お送りしたいと思います、はい、ではオープニングどうぞ。ということで、エルクやおいでやす許せない話がスペシャルということで本日は 2Y ソウルの2人と2トンクラウンの2人、はいはい、そしてエルクストリートその3組で、うん、エルクやおいでやす許せない話スペシャルお送りしたいと思います。ということでね、うん、あの本家のひとし松本さんが、番組でされてたように1組目を決めるのにとりあえずじゃんけんしようかな。そうやね、はい、バロメーター最初のバロメーターがじゃんけんを受かった人があのこれっていう後ろのお題からね、はい、あの気になるものを、はい、はい、最初の枠じゃんけんぽい。おー、おー、チョキが出たよ。じゃんけんぽい。おー、こちらへ一人勝ち。じゃあ私何がいいか、ですね、一番気になってたのが、あれさっきどれ気になるなと思ったのに、あれちょっと待って待って、あ、でも2個固まってたらアベマの方で見てください。なるほど、うん、あれもしかしたら2個があ、絶対領域。あ、俺もそれめっちゃ気になってて。誰これ、ちょっとショッツのね、うん、どこや、後ろにある、これや、あ、そこだ、これや、これ、そこにあるんですけど、絶対領域、はい、これです、これです、これ、これ、うん、誰でしょう。僕です。あ、いやー、最初か、最初が、え、まあ僕なんですけども、はい、まあ僕なんですけども、入った入った、皆さん絶対領域ってご存知ですか。いや、はい、どこに起こってるんですか、その、まあ、あの絶対領域っていうのは、まあ、特に、まあ、女性の方はもうそれを意識して生活しているかは分からないんですけども、まあ、特に男性陣はもう中学高校の学生時期っていうのはこの絶対領域で、まあ、青春を謳歌したと言って過言ではないですね。で、まあ、その絶対領域っていうのを説明するとですね、まあ、靴下からスカートの間のこの何とも言えない女性のゾーンですね。ですね、はい、まあ、これ本当にもうどっから後ろから見ても前から見てもいい足してんなと、
あーいいなーみたいな僕は好み的には特にニーハイからのミニスカとのこの絶対領域がいっちゃん好きなんですけども聞いてください皆さん何やねんこの絶対領域がなんと絶滅の危機にさらされてること皆さんご存知ですか知らない知らない知らない絶対領域がこの僕が絶対領域が好きで僕が愛してやまないこの絶対領域が絶滅の危機にどういうことだよえどういう意味絶滅とはなんでなんそれ街を歩いてたらですねまあ女子高生がいるわけですよ、はいはいはい、けどまあ僕あの身長がまあ高いんで上の方しか分かんないですねだからまあこうワイシャツに制服の女の子が来るなと、まあ、制服の女の子が来たら必ず見るわけですよでもう制服見てあ JK だよし次はちょっと僕のですね絶対力確認しようと下にこう下を動かすかともしたらおかしいと何がおかしいなんだなんだ靴下が今の女子高生くるぶしのもうちょっと上ぐらいの履いてるんですよ。そうなんだ。そんな短いの？見えすぎて。もう全体領域どころか見えすぎやねみたいな。そうですよ。あ、そういうことか。大陸ですよ。もういわば。もう領域じゃない。領域も大陸ですよ。絶対大陸よ。でも何もう言うなればこのなんか体育授業の体育終わりに体育の時に多分。ハイソックス A でくるぶしとかに履き替えた女子高生がこの着替えのめんどくさくてそのまま制服着ちゃったみたいなこのなんかアットホーム感なんかオフの感じどうでもいいもうこれがどこ行っても僕らとはもうそうなツートンは毎週こう原宿で歌の練習するんですけども原宿の竹下通りにマックあるの知ってますあそこも JK がもう大量に集まるんですスポットなんですよ僕らの歌のスタジオの合間の休憩とかそこ必ず行くんですけど必ず行くってもう必ず行ってこう2人で話しつつもう一郎とかが「ほいほい」ってめっちゃ巻き込み事故でも俺が「うわ JK だ」っつって見ると絶対楽やね8割9割の確率でみんなもう大陸大陸そういうことね。で、これ理由を聞いたんですよ。そのうち捕まるぞこいつって言われた。で、僕これ理由をいろいろ調べたんですよ。はい、要するに足を見せるいっぱい見せることによって足を長く見せたいらしいんですね。まあけど言うてもそれを例えばモデル並みの女の子がバッて見せてたら足が細いとか、まあ長くスラッと見えるからいい。分かる。まあけどまあ女子高生ってまあこう。成長期の女性なわけじゃないですかまあこう肉付きが多少良くなっていることかもまあ多いわけですよみんなこのスラッとめっちゃ言うやんしてないとだから余計それを見せることによって太く見えるああでもそれは逆にそれは分かる私それに近いので言えばここにはないけど、はいはい、頭めっちゃ盛る人、はいはいはい、あれって頭持って顔をちっちゃく見せないねんて頭を大きくして、うん、でも引きで見たらもう頭が大きくなってその感じよねその感じなんですよやってることからそうそれも大陸やね大陸になった盛りすぎだねでも頭も大陸になってるんだ大陸はあかんぞっていうそうだから理由だからもうそこを理由で長く見せるんだったら素直にコンソックスでやってた方が可愛い引いてるけど大丈夫でも分かるんですけど分かるんですけどあのジャージよりいいなってあージャージほどあれはちょっとなもう緑の真緑のジャージとかそうじゃあもう一個聞いていいじゃあコーンソックス以外でルーズソックスバージョンもう一つ古いバージョン僕らは僕が一番最初に、まあ、中学校入った頃のまあその主流だった時はもうそうじゃなかったですもんバリバリのルーズソックスああそうなんじゃあルーズソックスの方がまだいいいやもう逆に大好きっすあ大ルーズがさルーズすぎてちょっと黄色くなっちゃってるのとかあるいやもうちょっとしかも地面ちょっと地面にちょっとすりすぎてそうやぶけたりとかそうなんやわかるさそれ男しか多分見てないいや見てないそうそうやってジロジロ見てくるからやめたんじゃないいやけどいやでもルーズソックスっていうのね今日 LINE のあのブログ、うん、あ LINE ニュースかなんかにあの藤田ニコルがルーズソックス見てしまったもんねやっぱりああいいですよねあのフォルムが何とも言えないルーズって響きがいいじゃないですか、うん、あれルーズかお前ルーズみたいなはい2発目いきますかじゃあ指定してくださいじゃあ2発目選んでください
僕が選んでいいですかね。はい、じゃあ気になってた、いいですか、はい、聖徳太子超え。あ、聖徳太子超え、どこにありますか。あ、ここにあるな、ここにありますね。はいはいはい、はい、聖徳太子超え、ちょっと僕最近ツイッターでもつぶやいたんですけど、ちょっと待ってよ、はい、すいません、音楽切ってもらっても大丈夫ですか。あ、そうやな、音楽切ってください。そう、この聖徳太子超えってなんやねんっていう、聖徳太子ってなんか複数の人の会話を聞き取れるみたいな、あ、じゃないですか。いや、まあそれは聖徳太子やからやねんけど、グループ LINE ってあるじゃないですか。あ、で僕結構まあ仕事の関係上とかでいろんなグループに入ってるんですよ。交流会とか情報イベント告知グループとか、うん、いろいろ入ってるんですけど、そこで700人ぐらい入ってるグループがあって、700人そこでなんと普通にグループ通話してくれたと思うんです。えぇ、ー、700人の会話聞けんのか。聖徳太子超えとるやないかい。間違いない。あ、国際連合行為してますよ。で、それは結局電話したの、その人、それと。いや、だから知ってるから、全員会話 OK にしたら話さなくなるなってまうわけよ。あ、いや、そう、グループ通話なのか、その1人参加したらできんのか、2人参加したらできんのか、あれ分からへんよね。確かに使ったことないです。まあ、それも分からんねんけど、あの機能いらんくない、なんでグループ通話したね。何を聞きたかったよ。話して、まあそれだけなんで、なかなかグループ通話はさ、電話音にならへんだろうね、絶対気づかない。そうやね、ならへんねん、あとから、そうそうそう、あれグループ通話したがってたんやみたいな、じゃ見てた人しか分かんない。そう、そんなの誰が700人一気に取れることがあるみたいな。確かに、確かに、聖徳太子もう何超えるの、一万円札、うまいこと言うたな。うまいこと言うたな。うまいこと言うな。はい、ということで、じゃあ僕、はい、じゃあ次決めていいですか。はい、いや、俺も結構、絶対もう全然これ当たりたくないわ。こんなだけ道に終わりたい。もうずっと気になってたんが、カナブンとセミ。カナブンとセミ、それはどこにある？あ、こっちか。はい、あ、ここだ。あ、違う、ここだ。これじゃないですか、これじゃないですか。あ、これじゃない。ちょっと、わかんなくなりました。カナブンとセミ。カナブンとセミ。レジ袋気になる。私なんですけど、これ、どっちかっていうと、カナブン寄りなんですけど。はい。カナブン寄り。あ、そう。そう。虫、まあ、女子は多分、苦手な人多いと思うんですけど、まあ、特に、まあ、カナブンは嫌いではないんですけど、飛び方が下手。超下手。当たるもんな、あいつら。そう、コンコンコン当たるもんな。で、セミもやな。そうなんですよ。来てた木の移動の時とか、こっから来るみたいな。わかります？わかるわ、それ。そのカナブンとか一回こうやって何回も避けて、あ、またこっち来たよって言って避けて、避けて、あ、もういなくなったと思って安心してたら、ここにブローチみたいに。ブローチみたいな。わかるわ、それ。そんな下手くそすぎて。わかるわ、もう、セミが、なんか、その前に住んでたマンションのところが、もう、エレベーター開けた瞬間、セミめっちゃ来んねん。もう、こうやってバサンサして、こう、あたしの家、そうそうそう、うわーみたいな感じで、走らないからへん、みたいな。しかも、音怖くないですか？わかる。いや、わかる。何これ、それが見てるぞ。もうマジで。どうした？俺セミ死ぬほど嫌いな。男で珍しい。死ぬほど嫌いな。いや、理由を言うと、小学校の時に5時に帰らなきゃいけないっていう色のルールがあって、けど4時59分ギリギリまで遊んだんですね。親に怒られると。で、普段の道じゃない雑木林みたいなのをチャリでガーン走ってた。もしたら、もう横からセミがバッサーって顔にくっついた勢いで思いっきりこけて、もう顔面から全てすりむいた過去があって、だから嫌いなんだ。もうそれ以来セミがもう帰ったら5時過ぎて怒られて、怒られて、その日だけはあまりにもボロボロで、お帰りって言われて、素直に引き入れられたんですけど、もうそれ以来もセミがもうお化けとかもそういうのより、セミが嫌いなんだ。何よりもセミが、夏だからいちいちうるさいです、セミが鳴ってると。私も超うるさいです。セミが？セミがじゃない、全然。いや、確かに。セミは嫌やけど気持ち悪くない。でもセミって泣いてるの、暑くて泣いてるらしい。え、そうそう、暑い暑い暑い。それは一定の温度以下やったら、なんか、そうそう、だから
あ、真夏日は泣くけど秋になったらピタッと泣ける。ああ、なるほど。じゃあ水かけたら泣かない。いや、知らんがいや確かに涼しくなってまた今日みたいに暖かくなるとまた泣き始めたりとか。そう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 、まだいいのって感じで生きてたんやん。確かに。そういうことか。じゃあ次の、新しいのが分かった。あ、私が選ぶんですよね。そうですね。カナブのブローチがプリマスは分かる。竹の内はうまいよな。うまいな。これずっと好きのあるわ。え、じゃあ私言っていいですかね。どうぞどうぞ。すごい気になってるやつ。ここに乗ってないんだ。私や。はい。乗ってないんだけど、アイス。そう、ここにちょうど入れなくて、入れれなかったんですけど、アイスというのがありまして、これ、ちょっと5秒で終わるけどいい、アイスってさ、人が食べるように売られてるわけやん。硬すぎへん、毎回。わかるわ、それ、それめっちゃわかるわ、俺。とりあえず、今食べたいから買ってんのに、とりあえず、まだだから絶対待てんの食べられへんやんか。なんであんな硬いの。もう絶対、ほんで木のスプーンをつけてくれたって、木のスプーン割れてるの。割れてる。まあ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 、どうすんの私みたいな。で結局家に持って帰って、家のスプーンじゃないと無理みたいな。あれ、ちょっともうこれだけやねんけど、話はめっちゃ硬いないと思った。めっちゃ硬い。でも俺逆の方がいいですけど。まだこれ食べるやつはいいけど、これめっちゃ嫌だ。だって硬くないと、コンビニで買うじゃないですか、今の季節で。家まで2分、もう全然ベロベロっすよ。俺はあれが欲しいのに。で、冷凍庫に入れて、ちょっと待たなきゃいけない。でも結構長いことカッチカチじゃない。でも俺も結構カッチカチなイメージだろ。いや、ハーゲンダッツ CM やってるじゃないですか、手のぬくもりで。あ、ハーゲンダッツはマシ。あのね、100円ぐらいのスーパーカップ、スーパーカップ系の、あ、ペリって取る、スーパーカップ、あれの、スーパーがカチンカチンって言うからさ、カチン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 っすか。あれもうめっちゃ硬い。ほんでちょっと取れたと思っては、上の方ちょっとすくえただけで、ちょっと全然足りへん、もっと食べたいな私はみたいな。でもあれちょっと柔らかくなってくると周りが出るんだよ。そう、一番いい状態いつなんじゃ。確かに確かに確かに難しいですね。そう、確かにツナンの話ですね。はい。じゃあ次選びますね。はい、手のぬくもりで柔らかくなるスプーン買いなよ。え、そんなんあんの。てかスプーンで手で握ってたら全部あったかくなる。ちょっと待って、手のぬくもり柔らかくスプーンが柔らかくなる。おかしい、意味ないやんけ、それ。あ、ぐるんってこと。私ね、次気になってるのはじゃあ、精密採点。ちょうど、どこか。上かな。あ、私の上だ。そうだよね、ここにあるやつですね。はい、精密採点、これも僕なんす。あ、そっか、そっちか。気になるのも言ってるな。よく出ますね。まあ、精密採点、よくね、ダム、カラオケのダムっていう機種の中に流行ってますね、入ってる機能。まあこれ営業的にはですよ、まあこれがあることによって、まあこの採点はやりたいと思っても、お客さんが入る部分では僕はもう何とも思わないですよ。まああっていいんじゃないかなと思うんですけども、精密採点やったことある人分かると思うんですけども、まあ意外とやってみて、まあ点が出ない。出ない。まあ点が出ない。出ないですね。で、謎の項目、しゃくり、フォール、まあ唯一分かるビブラート。何フォールってとまず思うって、まあしゃくり、まあ分かりますよけど、それをそんなに使ったところで歌がうまく聞こえるかと。分かる分かる。けど点が上手い人の歌を聴いてると、まあこれ文句じゃないですよ。分かる分かる分かる、めっちゃ分かるでそれ。まあ自分が歌が上手いとかそういうあれでもなく、分かる分かる分かるよ。これで97点。分かる分かる。だからね、あの人たちは狙いに行ってるから。いや、だけど僕らは、僕らは、けど歌を一応歌わせていただいてるわけじゃないですか。で、どんだけ練習をしたところで、まあ音程がちゃんとよく歌えたところで、ライブでボンって歌いました。まあ反応が悪い時もあれば、まあ時として良かったねって言われる時もある。そこの塩梅を求めてこう普段頑張ってるわけじゃないですか。そんなもんでいいのかと。で、もうさらにですよ、こっから、これで点を出したやつって、結構俺歌うまい。ああ、分かる。ほら、めっちゃ分かるわー、それ。これ炎上
するわそら。で、俺別に音楽やってないし、やってると知らない人とかでもカラオケたまに行ったりするわけですよ。たまにこの精密さでめっちゃ点出したやつとかが、こう点出せないやつとかに、お前そこもうちょっとね、ビフラートね、長めにやった方がいいよとか。あれだって、もう一番思うのは感情入れたらアウトだもん。そうなんですよ。もう感情入れずに淡々と、あのガイドメロ通りに歌うのが一番いいっていう。ゾウさん、ゾウさんって歌うのがいいんだもんね。そうなんです。感情って入れてほしいよな、それ。そうなんです。だからどんな感情込めて、こっちは泣きかけで歌ってんのにみたいな。あの今あの映るやつあるやん、あのこんな人からとかやったら、こんな上についてるやつ、カメラのやつ、あーやつ、あれで動きとかもなやれんね。あー演出で、確かに確かに。感情入れたゾウさんください。ゾウさん、いやまず一応目のゾウがやっぱ違いますもんね。ゾウっていきますもんね。でもそれマイナスですよ。マイナス。これマイナス、これマイナス。だまあそういったところで、まあこれはまあ営業的にはね、うん、いいのかもしれないけど、うん、まあ、これを点取ったからといって自慢するやつが前許せないっていう、まあ僕のそこじゃないよと。そうです、音楽はね。けど、まあ、そういう個人的な、あくまで一意見なんで。わかります。限らないでください。そうです、はい、じゃないですか、はい、じゃあ次気になるお題を、はい、次、遅延照明。お、遅延照明。私です。あ、まとめた。あ、まとめた。遅延照明、遅延照明は、あっちですね、はい、遅延照明なんですけど、はい、あの人身事故とかがあって、うんうん、結構でっかい遅延になってる、うんうん、時とかは、うんうん、2時間遅れとか、うんうんうん、3時間遅れとか、あ、そんなに入れかなかったっけ、60分以上とかだっけ、うん、そんな感じになってるんですけど、うんうん、例えば急病人が出て10分15分押した時の遅延証明って必ずいつも5分としか出てなくて。わかるわ。そうなんや。5分じゃ仕事に遅れるじゃん。そうなんですよ。わかるわそれ、そうなん、俺もう2かけ直せって言うもん。5分ちゃうやろ。そう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 。で結局15分ぐらいは仕事遅刻してってるから、そうそうそう、5分じゃ何の証明にもならないみたいな。あ、あなた10分何してたのって感じ。そう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 、会社からさ、家にいたのみたいな。そう、うん、へぇ、買うよ。ちょっとそんなのもらうのって、遅延証明はもらうの。もらったらあかんの。そう、わかるわ。はい、じゃあ次、はい、あ、当たってない2人がいるもんな。そうだ、どうしようかな。これ誰がどれか書いとけばよかったな。あー、確かに、確かに。なるほどね。あ、じゃあトイレのタイミング。もう気になる、気になる。これまたお前かい。どんなに人気にさせるってことだよ。今日もすごいっすね。はい、これはもうガンガン言いたいことなんですけど、うん、これ僕の相方に対する相方に怒ってんの。はい、この男ですね。待って、ちょっと待って、来た。 JK 好きのカラオケブルース。そうです。かわいそう。僕です、それ。そう、僕です。いや、そうなんですけど、こいつトイレ尋常じゃないぐらい大も小もクソもないんですよ。小もない。小何してんの。今何してたの。今トイレ、トイレみたいな。お前何してたんだってくらいないですね。まあそれを前置きで置いといて、必ずそのまあちょっと汚い話ですけど、台に行くタイミングがライブのリハ前なんですよ。言ってたのか。でリハ前で僕らのセットリストが書くじゃないですか。前に行くもん。セットリストを書くじゃないですか。あれ結構バタバタするよ、ね。照明とかも。照明とか。役割分担があって、セットリストを書くのはこいつ。うんうん、で CD を焼くのは僕って仕事、これもずっと決まったルールでずっとライブやってるんですけど、セットリスト書くと必ず「まるちゃんちょっとトイレ行ってくるわ」って言って消えるんですよ。でまあ僕ら30分前ぐらいにリハの30分前に入るんで、まあ書き終わってリハまで大体もう残り10分ぐらいですね。こいつのうんこは10分じゃ終わらないです。そうなんや。で「はい、ツートンさん、そろそろリハです」って言われるじゃないですか。僕しかいないですよ。毎回で、あの、すいません、ちょっと相方トイレ行ってまして、ちょっと待ってもらってもいいですかって言うんですけど、それ3回ぐらい言うと、もう何してんだって話になってくるんですよ。まあまあ、ね、
ちょっと気まずいよな。けど、うんことは言いにくいじゃないですか。あー、まあね、相方うんこでって、あ、言われないね。でも、あ、まあ、立ち位置だけでもちょっと言ってくださいみたいになって、僕一人で、あ、もうガチでも始まんねん。おーおーおー、そうすると始まってもおらんの。でもで、始まりかけの時にいつもすいません、遅れましたとか言って、あー、もうすっきりして入ってきて、もうすっきりした顔して、あ、待った待ったみたいな。え、それはなんで、あの、家でしてこないんですか。いや、家でやるんですけど、やっぱり家でもやるって、めっちゃやるんですけど、やっぱりリハも、まあ、本番と同じぐらいの勢いで、まあ、やりたいわけです、はい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 、個人的には。だから全部スッキリさせた状態でやりたいんですけど、はい、なぜか、移動中に、やっぱり来るんですよね。あー、お腹痛いな、みたいな。で、これを我慢することによって、リハを、ちょっといい加減になっちゃうからね。そう、そういうことになると、本番に不安を残してしまうっていうのがあって、不満を残さないために言ってるんですよ。じゃあもうあの箱には1時間前に入ってもらわなきゃダメ。そうなんですよ、こいつだけでも。そうやった、そういうことけど、まあ毎回寝坊してくるっていう。いや、うるさいって、ほんとにうるさいわ。いや、まあ、こいつのうんこ事情に関してはもう通路の死活問題で、でしかもリハがもうどんどん押してくると、まあね、そうね、うん、好きなようにできないじゃないですか、お前ら。じゃあこのタイトルはあのツートンクラウンの方だったね。そうなんですよ。そうだね。だからもうこいつのうんこのタイミングをどうにか調節したいと。そうだね、もしかしたら、個人的に頑張ってくださいね。個人的に言いたいのが、あのね、その行為が問題なんじゃないんだよね。どういうこと、どういうこと。いや、ここではあんまり言いませんよ。何の話やろ。後で喧嘩してもらうと。そうですね。これ、まあまあ、それ、はい、そういうことで、はい、じゃあ次、気になるお題を、はいはい、あ、一回 CM 行きますか、途中でね。あ、そうですね、はい、じゃあ一回ちょっとあの CM に行きたいと思います。待っててね。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear. Happy birthday to you. 自分のことばかり考えてた俺が、今お前のことばかり考えてるんだ。運命の人と出会うならイオンインク。やっぱやべえな、イオンインク。イオンインク。行きましょう。はい、ということで、じゃあ、気になるお題の方。はい、そうしたらですね、うん、僕、あの、お茶、シンプルな お茶ですか。お茶行きたいと思います。誰でしょうか。お茶、私です。お、来た、来た、来た。ここですね。これか、これやね。お茶、こっち。お茶に怒ることなの。お茶に怒るんですよ。なんで、なんでや。私、静岡県出身なんですよ。玉露の町ですね。そうなんですよ、はい、お茶の産地、はい、お茶が嫌いなんですね、お茶飲めないんです。え、紅茶は。そう、なんで。紅茶の、甘い紅茶が飲めます。茶の苦味みたいなの。静岡出身やのにお茶飲めない。そう、お茶が飲めなくて、で、嫌いなんですよ、渋いじゃないですか。お茶って渋いじゃないですか。どういうこと。それ苦いから嫌い。そう、そうなんですよ。苦いから大嫌いなのに。え、それ全部、ウーロン茶もほうじ茶も玄米茶も緑茶も茶色も緑も全部ダメです。黒豆茶とか食べてる。ダメっす。あかんねや。あかんです。コーン茶ってお茶ですよね。あ、コーン茶美味しいよな。コーン茶美味しいよね。コーン茶チュッとなるら飲めます。チュッてもう。へぇー、すごい。え、じゃあさ、お茶漬けはしないんだ。それですよ。ジュエさん、それですよ。なんなん、お茶漬けはって聞かれるんですけど、うんうん、お茶漬けは食べますよ。食べるんかい。食べるんかい。何やねん。あんた口にお米とお茶入れてるんですよ。一緒やん。お茶漬けをお茶で食べたことがなくて。え、どういう意味。あ、湯のやつや。そう、湯、うんうん、で、あれがお茶漬けだと思う。お茶漬けの素で、うんうんうん、で、お茶漬け海苔とかのな。そう、あれがお茶漬け。私、あのお茶漬けが嫌いだわ。あのお茶漬け、そう、で、だからお茶を漬け食べるやんっていう話で、でも お茶入れてないんだよな、そこにな。そうなんです。だからもう、お湯漬けや。
お茶漬けの素の名前を変えてほしい。あ、お茶漬けの素なん？あったかい何かで食べる美味しいだしみたいな。いや、あのお茶漬けの素はお茶の成分も入ってるんじゃない？そうなん？ちゃうの？いや、私いつもなんでみんな湯で食べるんか。色入れたら、あれ、お湯入れたら緑になるやん。なりますね。でも、あの緑しょっぱい。え？え、あの緑しょっぱい。しょっぱい。お茶漬けの素はお湯入れるって正解だ。そうやな、そうやな、私いつもお茶入れてたわ。多分成分が酸っぱいの。あれしょっぱいからお茶じゃないと思ってます。いや、あれお茶やと思います。確かにあれお茶の味はしないですよ。まあ、お茶漬けお茶の味はしない。多分あれお茶やと思う。お茶。お茶だしとか混ざってるの。あー、かもね。だし漬け。まあでもそれやったら、まあお茶漬けは間違ってるよね。そうですよ、だし漬けでいいんそれに。あ、ってことはこれはお茶よりお茶漬けだよな、タイトルは多分。でもお茶が嫌いって話やね。そう、お茶はなんで怒ってんの？お茶が嫌いな。お茶が出てくるんですもん。いや、だって出てくるよ。例えばとんかつ定食頼んだ時にさ、コーラついてたら怒るよ。いや、確かに確かに確かに。やっぱお茶か、だって水でも合わないじゃん、本当は。水よりお茶じゃない、やっぱ。なんかお寿司とかもそうですよね。そうそう、上がりが美味しい。もう寿司屋なんて、寿司が好きなのにわさびも食べれなくてお茶も飲めないから超恥ずかしいんですよ。寿司屋行って飲み物は何？水です。へぇー、スッとせえへん。スッと。でも寿司っていうものは、あのガリとわさびとあがりで食中毒を起こさないようにできる。そう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 。だからわさびとお茶がダメです。それがダメです。思いっきり生ものそのまま取ってるからめっちゃ当たりやすいことになる。当たったことが殺菌ができてない。そう、殺菌ができないんだよな、あれ。確かな、その3つで殺菌するってね、言うよな。確かに。お茶もね、喉に。そう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 、風に効いたね。確かに。カテキンとかな。静岡県。いつもでもあの粉の量よくわかんないです。私めっちゃ入れる。僕もそうなんです。めっちゃ、めっちゃ。飲み終わった後、したあとにもうスライムみたいになってますね。なってる、なってる、なってる。面白い。ミオの感覚でやると思う。ちょっとミオやるぞ。懐かしいね。難しい。じゃあ続いていきます。はい、続いては。あ、まだ当たってないよな、一郎くん。まあ、そうですね、僕。お前気になるやつ。会計時の店員の指。あ、これ本当気になる。あ、これ僕ですね。え、それどこにあるの？真ん中。ここだ。あ、そうだ。あれ、これ刺すのめっちゃ難しい。これ難しい。いや、会計時の店員の指っていうのは、まあ、それぞれいろんなコンビニとか、あの会計するときって、どこ見るって言ったら結構僕見ちゃうんですよ。どうやってお金を受け取ってくれるとか、どういう風にしまうとかを見てるんですよ。もう僕なんてすごい人しか当たったことなくて、なんかああいう作業ってオートマチックになっちゃってて、動きがあるんですよ。もう職人芸みたいな。だからもうこんなテーブルに体くっつけて、はい、ありがとうございます。はい、一生顔見ない人とか。ああ、いい。わかるわかるわかる。で、あと一番がレシート。僕いいからっていうふうに上に上げてんのに、ああ、必ずパスってくる人。で、レシートいらないですって言ったら、あそこにゴミ箱あります。もうとか。でも、これでも指じゃないですか。僕が知ってるコンビニはすごいですよ。お金をもらって。お金もらって、なんか、お返しあるじゃないですか。それまでずっと指で持ってるんですよ。で、ありがとうございました。見えます、これ。落とすんですか？パッて、チャリチャリンとかで。今のコンビニのやつって、これ回転するやつなんですよ。回転して、勝手にキャッシングして、あ、これ回ってくる。だから、それに向かって、みたいな。そういうことな。それ言いませんよ。腹立つわ、それは。ありがとうございました。それは腹立つわ。何が一番腹立つ？それが、その行為までオートメーションなんで、顔も見なければ、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。とか言って、その感じ、超行きたい。わざと、もうそれ、もう私仕事しましたみたいな感じです。それ腹立つわ。これね、いや、これ許せないっていうか、これ常識だから。確かに確かに。直そうよっていう。オートメーションって言う。なんかいらっ、ちょっとカチッとくるよな。まていう話でしたね。気になる。なるほどね。気になっちゃう。共感するわ。まあ何人も相手したらそうなるよね。まあそうなのかな。1日何百人と相手するならもうそんな感じ。でもこれはないやろ。いや、これは微
いです、うん、あれちょっとかっこつけないパートだからテンポなんだよ。いやそうなんですよ、1、2、3、4、5、6、はいみたいな、はい、次だなみたいな、もうすごい、なるほどね、さっそうと面白い面白い、これめっちゃクソ笑ったってみんな見てる受けてるやん、じゃあ伊藤くんなんか、はい、次の気になる許せない話、いやでも僕正直に、うん、中吊り広告、ああ中吊り、あ中吊り、あ中吊り、中吊りは中吊りですね、中吊り、これ僕の隣ですかね、中吊りとちょっと違う、中吊りそれか、これ気になります僕、あれどこにある中吊り、これ僕のところにこう、こちらさん逆だ、あーあー逆だ、しちゃった、はいはい、はい、電車のかな、電車かな、これ僕です、大人気当たるこれ中吊り僕、まあ、電車の、はいはいはい、真ん中の歩くところの上にこう映ってあるやつなんですけども、まあいろんな週刊誌のあれだったりとか、うん、ドラマとかね、ちょっとしたこうなんか電車の余暇を楽しむので、うん、あまたなんか誰かと誰か浮気したんだ、あー、うん、分かる分かる分かる、週刊現代とかね、あるんだみたいな、かつて僕はそれを楽しいものだと思ってたんですよ、うん、ずっと中吊り広告で、まあ、僕は大学まであんまり電車にそんなに乗るっていう、学生だった頃まで電車に乗る経験がなかったんで、うんうんうん、もう面白いもんだなと思ってこう結構見てたんですけども、最近ですよ、ここ最近音楽をこうちゃんとやるようになって、うんうん、やたら都内に来る回数が多いと、うん、で、まあ、ライブとか終わって電車で帰ったりすると、まあ、終電間際だったりすると、うん、新宿とかから乗るとまあ満員電車なんですね、あ電車が、うん、俺そこで初めて中吊り広告の恐怖にまたあって押し込まれるんですよ、満員電車で、そうするといつの間にか中吊り広告のとこまで来るんですね、でそうすると気づいたら中吊り広告が顔がずっと背が高いからね、でこれもう超恥ずかしいんですよ、どっちに動いてもずっとこうくっついてくるし、うわーと思って、でも超恥ずかしくて、もう助けてくれーと思って横を見たら、この前唯一仲間がいて、めっちゃ身長高い黒人のヘッドホンが引っかかってて、黒人がこうやってマジやってて、だから俺こう提言したいんですよ、一つ Yo brother みたいな、で、東京オリンピックこれから開催されるわけじゃないですか、でもこれから東京は国際色豊かなところになるわけで、そこに電車に乗る人の平均身長っていうのはガッと上がると思うんですよね、まあそうですね、で僕187でもうこんな状態なんで、だから電車を利用する外人さんのためにももうちょっとどうにかしてくれる、あもっと上げるかだから上に貼ればいいんだ、そうなんだ、じゃあみんなこうやって見るよ、お前ら電車会社が思ってるほどそこ高くないからみたいな、もうちょっともうちょっと上があるからみたいな、確かに確かに、一回釣り場に行こんな部屋もあそうか、座るとこの前の釣り革とか普通に、普通に立つともうここら辺にここら辺にもこんなそんなとこになんねえ、いらないよそれはかわいそう、でもなんかに普通中吊り高校もそうなんですけど、平均的にも日本の高さ1設定事情が多いかもしれないっていうのはもうありえなくて、もうこれシャワーのフックあるじゃないですか、かける、あれって大体2個ついてるじゃないですか、だからまあ低い子用と子供とか大人用のために上もあるんですけど、大人用の上でかけて俺ホースの前に出すと全部シャワーここにかかる、断面にはならない、そうだからもうずっとこんなでこうやってならない、最近のやつってでもこう調整できるやつあるよね、あるある、ありますね、だいたいこの実家にあるとこういい家に行かないじゃないかな、そうだいたいこう壁に2個こうやってくっついててこうできるやつなんですけど、あれもやるんだったらもうちょっと高いやつを高くしろと、だって上だったら身長低い人でもかかるじゃないですか、うんうん、高い人はかからないんですよ、シャワーがそうそうね、そうなんです、だからまあそういった日本の全てのでもあんま高いと低い人が取れないよな、そうそうで、あ、かけられちゃうとってことなんですね、裸で足滑っちゃいけないところでこんなことできないから、はい、確かに確かに、だから量が入った後とかそう全然取れないでもシャワーみたいな、でシャーみたいなだからもうこう早めにとうとうは考えるべきですよ、まあ、安全と出ちゃうやろこれ安全と高さのこの調和の取れた、電車とうとうじゃないからそうやな、電車でちょっと慶応にちょっと言いたい、あのでもそれで言えば日本のシステムキッチンと、うん、アメリカのシステムキッチンも全然高さが全然違う、だから日本の古い家のとかだとすごい低いけど、アメリカとかだと普
通にあの今の身長の女の人でもであの靴も履く文化があるからちょっと高いとかあるかもしれないけど、それも全然違うと思った。昔でも多分ヨーロッパは低いです。あ、そうなんや。イタリアとかはこうやってやるのがなんかいいみたいで、わざと低いです。あ、なんか文化によってもあるのかな。すごい低い。面白い面白い。なんか嫌なら日本から出ましたね。怖い怖い。ちょっとあの量に当たりきれない。なんか今日みんなみんな俺にこう結構厳しい感じ。だってね、多分ね、嫌味に聞こえてる可能性もある。俺も嫌だもん。なんか一番嫌だったのは PV 撮影の時、江ノ電に頭ぶつけてましたからね。あのドアも低いんだ江ノ電。いやてか言っちゃえば電車の入り口なんて全部僕の身長より低いですからね。そうなん。で、すげえ切れてるんですよ。いやいや、それはしゃあないよ。いや、もうでかすぎるわ。ちょっとでも気抜いて歩いてると基本的にここら辺ぶつけるんですかね。全部。そうなんや。じゃあ次選んでもらいましょうか。はい、次行きましょう。次。今までありがとう。向こうも頑張ってくれる。今までありがとう。向こうでも。だから日本から出てる。日本から出る。通関から全米デビュー。ちょっと待って。身長の理由で、パスポートの件とかまでいろいろ考えてます。バイバイ。次行きます、はい。壊れた充電器。ああ気になるね。これ私です。どこにあるんでしょう。嫌いなんですか。いや、壊れた充電器に怒ってます。壊れた充電器を使ってるんですけど。え？私も壊れた充電器使ってるんだ。もうめっちゃ接触。そう、めっちゃ接触悪くて。買えや。そこちょっとケチって、ちょっとケチってまだ使えるかもしれないからやってるんですよ。私もリアルにそんな。そう。で、もう持ってきたんですけどね。持ってきたんだ。言ってもこれですよ、これ。これ。これ正規ちゃいますやん。これ正規じゃないですか。何それ絶対ちゃうやん。それでなんかここあって、ここの根元とここの根元、ここの根元とここの根元が接触が悪くなるんですよ。で押さえたらいけんだよね。そう、押さえて絶妙な角度があるじゃないですか。で絶妙な角度で手で持つんですよ。こうやってそう充電されてるんですよ。でよしと思って置くと充電できないんですよ。でまた持つんですよ。できてるから、あ、これだと思って、で今度こうやって、じゃあこの角度だと思って立てるの。でも立ててもまた充電のマークがなくなるんですよ。であーって思って、で今度携帯をこうやって刺してぐるぐる巻きにするんですよ。こうやって固定するために。あー、分かる分かる。こうやってこうやってこうやってで置くんですよ。やっててまた充電できない。で、あーっていうのを何十分もやって、すごいいい位置でこうやってできて、よし眠りにつこうと思って寝るんですけど、起きたら電池切れてるって。充電できてないみたいな。でも、はい、私今これ、はい、私あの正規のやつだけど全く同じ状態 で、ね、たまに宙吊りのまま寝たり、その日によって接触が違うの。そうだから普通に刺して全然いける日もあれば、もうひっくり返してもぐるぐる巻きしても何にしてもいけない時があって、たまにピッて宙吊りのとこであったりしたら、そこでこうやって置いたまま寝てたりとかして、そう。でも買えよって言われるけど、いちいちドコモショップに行くのがめんどくさくて買えないんだよ。ちょっと行けちゃう。でもそれ行き過ぎると、あそこの入り口が壊れて、私みたいにリチウム電池をそのまま充電しなきゃいけないことになる。リチウム電池もう充電すらできなくて、電池パック取り外して、うん、リチウム電池を充電する。そう。それどういうこと？それだって iPhone とかできないじゃん。なんかショットさん誰かから50万貸したの忘れてるって言われてる。500万。何？500万貸したの忘れてるって言われてるよ。誰に借りたの？忘れてるかもしれない。全く記憶がない。面白いなそれ。誰が飛ばさせてくださいそれ。あ、その前にショットさん充電器のコード貸したの忘れてる。借りてへんわ。めっちゃ充電器言っとくけどめっちゃ持ってるからください。あげる。確かに、確かにもらった方がいいですよね。確かに。じゃあ次気になるものを選んでもらいましょうか。はい、分かりました。分かるそれ言ってるな。やっぱり怖そうってさっき。ね、いっぱいあるんだよ。100万は事件ものだな、さすがに。これ、あ、これ iPad iPad Pro iPad Pro。 あ、じゃあ気にならない。ちょうど
ここの間じゃないですか、ね、iPad Pro、 ここ、ね、iPad Pro、 はい、どこだ、あ、ここ、はい、iPad Pro、 iPad Pro 僕なんですけど、はい、これめっちゃ一瞬で終わるんですけど、はい、iPad Pro って知ってます？今の14インチとかあるんですよ、これ、このサイズ。ああ、私のこのサイズね。おー、でかい、大きい、いる、このサイズ。iPad Pro で、しかもパソコンのように使えますって。いやいや、パソコンかい。確かに確かに確かに。え、気になるお値段は27万ぐらい。パソコンの方が安い。MacBook Air の方が安いやん。そうやん、こっちの方が。そのデザイナーに人気ってどういうこと、どういうあれなの。どういう意味、何が人気。パソコンの方が絶対デザインしやすいやん。でも、Mac 製品って基本的にそういうの多いよな。お金持ちの道楽でしかいらんやんから、ね、あ、お金持ってたら私も欲しいけど、ね、みたいなばっかりな気がする。しかもなんかそのハードディスクが新しいペンあるからって言って誰かやったら持ってるわ、それが。で、しかもその容量がその MacBook Air よりありますみたいな。へー、それパソコンでもさ、そういうのになんか容量多くなりましたっていうのが潰れる原因よなって思った。そう、ちっちゃいものにさ、あれでイラスト描いてる人多くなったみたい。知らんわ、そうなの。だからなんやねん、イメージやろな、多分何も知らない人の。アップルって CM がすごい楽しそうじゃないですか。いや、そんな風に使えたらいいよ。アップルウォッチとかやろ、いや、ピーンってなってる。実際こんなん撮ってへんやんか。いや、iPad Pro の宣伝で星空めがけてこんなやってるんですよ。やったことないよみたいな。わかるわ、アングリーバードかぐらいな。わかるわ、すごいっていうかな。基本的に俺も iPad 持ってるんですけど、つかまんMac 持ってたら、あー、あれすごい楽しそう。いや、それで20何万して、その Mac より高い iPad Pro 必要っていう。いらん、やろ、いらんっすねっていうだけの話なんです。気になるのを次選んだ。さっきちょっとコメントも結構来てるんで、あれなんですけど、レジ袋。私はレジ袋。お、え、これあのレジやってる方がいるって言ったから、言うめっちゃ嫌やねんけど。それ後ろのですから。私東京に来て、そうですね、自炊をすごくよくするようになったんですよ。はい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 。お金の面とかでもね、金銭面とか。やっぱ健康とか考えて、お母さんがいないので自分で作るようになって、でスーパーに結構行くんですけど、あのスーパーってね、あのレジ袋が無料でくれる店と2円かかるとこあるじゃないですか。で別にそのルールは私たち知らないじゃないですか。言ったら入り口に「うちは2円かかりますレジ袋」って書いてるわけじゃないから、レジに行くま行っても知らんやん、入れてくれると思って。ってるから、まあいっぱい理由があんねんけど、レジ袋の話について。でまず一つは、その、なんていうかな、私完全に財布と携帯しか持ってなくて、手ぶらでいいのにレジ袋いりますか。いや、私このペットボトルあそこにどんな人持って帰ると思ってんの。いや、もう言う前にもう入れて勝手に2円足しててくれてもいいからと思うけど、いやもうと思って、あのいりますって言って、大きいのですかちっちゃいのですか。いや、完全にこのレジに入る容量っていうのは私よりあなたは毎日プロでやってるから、あなたが大体きっと分かるであろうから、多めに入れて5円取られても文句はないので、多めに入れてくれたらいいのに、あの何ですかって言われて、あちっちゃいのって言ったらもう全然入らへんかったとか、でもなんで言ってくれへんかったのみたいなっていうのもあったり。でこの間めっちゃ腹立ったのが、その感じでいつも通り行って、私はあのそこの店がそのレジ袋いるかいらないか知らなかったから普通に並んでたわけですよ、手ぶらでいつも通り。で聞いてもくれなかったわけですよ。ほんで、お会計終わってピッて持って行ったら袋ないから、でそこにレジあるから、あすいません袋もらえます、あもう一度並んでくださいって言われた。はぁやなそれは。いや、じゃあ聞いてや、財布と携帯しか持たんと待ってて、レジ袋お金なくなって知らんかったんやから。ほんで並べて、めっちゃ並んでるやん、私お金も払ってこれ10人ぐらいもう一回並ぶそのレジ袋見栄のために。へえ、そういうのかな。それめっ
でだからもうレジ袋を全部お金入れるようにしてくれるか、うん、もう全部無料でつけても、うん、何やったらもう店内のもう全部10円あげるいいから、もうレジ袋確認してもええから、店内のもう1円か2あげろよ、してほしいなと思う。その、うん、こっちはやっぱ急いでて、例えばジュースいっぱいっていらんけど、やっぱなんか電話しながらこうやって並んでくる、そう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 、ちょうどそれあったわ、そういろんな先あるわけやんか、何やんけみたいな、そうなんで、いやでギリギリ聞いてと、え、聞き忘れたんそっちやねんから、忘れてもう一回並べて鬼やなみたいな、うん、もうあれがね、まあ、だからそのレジ袋がいるいらないっていうよりも聞くか値段を上げるか、うん、もうちょっとあの分かりやすくしてっての、うんうんうん、もう大きいので いけると思うんで入れときますね、ピッて2円押してくれて勝手にいいから、うんうんうん、って思います。分かるわ、正常意思はついてるけどね、ついてますね、え、ついてるんですか、もう勝手につけてくれる、あのどっちだと選べるよ、あの紙の方か、でもなんか場所によっても違いますよね、違う、変な味に買ってやってるのにってどうなるの、袋を、あ、レジの人なんだきっと、でもレジ袋を持ってる、エコバッグ持ってる人って結構分かると思うから、分かる分かる、何も持ってんかったら聞いてほしい、いや、うん、何も持ってなかったら知らんから、絶対に、うん、絶対必要やから、うんうん、どう考えても、うん、ポケットには入れて帰らん、ポケットは舞茸やれマイタケのキスとかおかしいもんな感じで、あのあれやたまにあの水に浸かってるサンマとか、あれそれポケットに入れてないみたいな話じゃん、ですね、はい、確かに、じゃあ私次気になるものを言いますかね、それサンマやばいっすね、一人一人聞いて、いや聞いてくれるんだったらいいねん、で聞いてどっちかっていうと荷物見て進めてくれた方が嬉しいなっていう、うちらあんま分からへんというか、でその、うん、だから、あ、大きいのできますよって2円ですとか結構こうもちろんリードしてほしいね、店員さんに、あの願っております、お願いします、はい、じゃあ次だから、何がいいかな、じゃあさっきのなんか似てるけどセミとゴキブリ、ああ、うん、っていう、それ僕です、あ、またまたこの白い人めっちゃ当たるなぁむしろ僕のコーナーみたいな感じで、ほんまや、これセミとゴキブリ、まあ、さっき飛び方って話だったんですけども、まああのセミと嫌いっつってたよな、でも超嫌いです、セミがとりあえず、来た来た、うん、JK 好きそうですそうですも違うから でセミとゴキブリ、うん、皆さん違いって何だと思います、まあ、セミとゴキブリ、まあ、客観で大まかな不潔さ、見た目でもなんか大体のその不潔とか、まあ、そういうので言うと、うん、まあ、昆虫と害虫っていう区別をつけるじゃないですか、まあ、セミは昆虫で、はい、ね、ゴキブリは害虫なんで、うん、俺まずその区別みんなの認識が納得いかないです。あ、そう、セミめっちゃ嫌いだから、まあ、確かにセミジェットはないよな、うん、あ、セミジェット、セミジェット、お前らセミ家に入ってきてセミジェットやるのかと、セミって家に入ってくる、でもいや、たまにこう入ってきたりとかあるぞ、あの入ってこない、洗濯物についてくっついたりとか、いや、ないよ、ないっす、一度もない、そんなで、俺これ気になったんで害虫の定義っていうのを調べたんですよ、で害虫の定義っていうのはもういろいろ3種類ぐらいあるんです、衛生的に、だその菌を持ってるとか、うん、まあ、あとはあの足が6本じゃないのは基本的に害虫に入る、へえ、こんなゲジゲジとか、で俺一個すげえ気に食わないところがあって、もう人に不快な気持ちを与えたら害虫だそうなんや、もう見た目、そうなんや、泣かなくても菌を持ってなくても人がこう見て、うん、うわっ、あの人が害があるって、あーってなった時点でもうそれ人それぞれじゃん、そうなるじゃないですかそうなったら俺の中でもセミは害虫でしかないんだよ、あ、そういうことな、はい、だからこの何数かもセミは7日間しか生きれなくてかわいそうだから好きなだけ泣かしといてあげなよみたいな、そういうこの世の世論に、わかる、もう泣き声、長年生きてるからな、そう、土の中生きてるんだと思うよな、で、泣き声まずうるさくて、もううわーなるし、もうあれ聞くだけで熱って感じるし、確かに、それはある、そう、だからもう俺もう、これもうそろそろ害虫指定にもう僕してるもいいんじゃないかなと、うん、いう、はい、セミを害虫指定にしよう、はい、だからゴミ、ゴキブリは殺していい、セミは頑張れみたいな、そういうのがちょっと気に食わないな、セミ
セミって死んだふりします。死ぬ、知る、知る、知る、するな、する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 、あれ仰向けだと死んでるんですよ。あ、そうなの。うつ伏せだと生きてるんですよ。え、でもなんかひっくり返ってるやつもたまに動くやつもある。ひっくり返ってるやつもない。あ、でもそれはもうわずかな命なんか足が締まってると。そう、締まるよね、それ。何この二人、もうセミ、本当にこの世の虫の中で一番嫌い。めっちゃセミ嫌いやな。でかい、セミ嫌い、詳しい。嫌いだとやっぱ調べたくなるんですよ。なる、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 なる。そんな感じや。敵を知ることによって対策を練るみたいな。そう、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 そういうことなんですね。小学生放てばセミやっつけてくれる。あ、確かにな。小学生取ってくれそう。あ、確かに。でも、そうだよ。ないちっちゃい時ってトンボとか触れたのにさ、なんで今触られへんやん。触れない。触れない。トンボは触れるけど。え、ちっちゃい時ってセミも多分触ってた気がするの。俺も触ってたかもしれない。でも今はもう絶対触れない。触れたのにな。もうカマキリとか絶対無理ですもん。あ、そうやな、昔触れたよな。触れたけど、うんうん、カマキリはいけない。 JK 放ってもセミはやっつけてくれない。まあ JK 嫌いやろな、セミは。そしたら僕一緒に逃げますもん、そしたら。じゃあ、じゃあ次選んでもらいましょうか。はい、はい、次いきます。次、雨の日の道路。あ、それは僕なんですけど、めっちゃさっくりなんですけど、もうなんか別に面白い感じではないんですけど、これ特に東京なんですよ。これはもう偏見でも何でもなく、まあ僕ら結構ライブとか大阪とかの時に車とかで帰るんで、まあもう関東から関西までの道は全部走るじゃないですか。で、まあもちろん雨の日ももちろん何回も走ってるんですけど、東京の雨の日って真ん中のセンターラインとか何にも見えへん。あれこないだ大阪から友達来てて雨やって、その子品川まで送った時も、え、全然東京道見えへん、何にも見えへん。特にそうそうそう、その品川とかまで行くまでの道、見えへんな。靖国通り全く見えないですね。あのセンターライン見えへんよね。あの2車線でその間の線が見えへんから、みんな結構真ん中走ってしまってたりとかして、そう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 、ほんで混雑無駄にしてたりするな。あ、分かる分かる。水弾きやすくしてる。うん、多分ほんで反射してんねんな。ね、うん、多分そうやと思う。そうなんや。大阪とかはその道にまだなってないんやと思う、多分。ああ、じゃあ一応それが最先端ってこと。うん、多分な。だから最近余計見えへんのじゃん。でもあれもうちょっと考慮した方がいいよな、絶対事故増やすか。なんか光るとかさ、夜になった子センター、あー、真ん中の人が光ってほしいよな。ドマにしてほしいですね。わかるわかる。お願いします。最先端あかんやん。そう、あれ歩行者にはいいのかもね、だから。あの、滑らないようにな。あ、なるほど。うん、車の方がでも危ないですね。染みにくい。まあそんな別にそんな大した面白い話じゃなかったんですけど、そんな感じですか。はい。で、まあ僕小池です、わかりました。対応します。誰かすごい、道路関係者の方なんですかね。小池さん、ロゴの講談の方。ツイッターのエロアカはよって言ってさっきコメント、あれだし落ちるわって言ってた人、ごめんね、ちょっと見れなかったかも。ここで、全く意味がわからないの言っていいですか。はい、ニナとガトーとウラキ。あー、気になる。ちょうどどこだ、ここだな。ニナ、ここ、ここだ、ここだ。そう、ニナとガトー。うわー、これ僕です。お、なんだ。チョコ。いや、これ、皆さんご存知の、機動戦士ガンダム。あ、ガンダムや。アブロ83、スターダストメモリー。これで、主役じゃないんですけど、ヒロインの女の子がいるんですよ。で、なんとなくわかると思うんですけど、なんか味方となんか敵役みたいな、あの、わかります、うん、なんか、2曲の対決なんですけど、この女、ニナっていう女は、その2曲のどっちの男も関係持ってるんですよ。え、ガンダムってそんな話か。ガンダムって見たことないから。でですよ。で、僕はそれを小学校の時に見て、あー、ミカ知り合いだったのかーって思ったんですよ。で、今思ったんですよ。その兄弟かみたいな。その女の人、ガンダム作ってる人なんですよ。えで、機密情報握ってんのに、2曲とどっちも繋がってるって、これちょっと今の政治に置き換えられるんじゃないかって。あ、なるほどね、なるほどね。そんなことダメでしょっていう。ガンダムってそんな話なの。そうなんですよ。え、ニナってそんな感じなの。そうなんです。でもビッチな感じなの。で、そうなんですよ。で、しかも登場して内容を全部だるいことやってるんですよ。勝手に戦闘機乗って飛んでっちゃったりとか、ニナが艦長とか言うのがもう、そんなんなちょっとガンダム見たくなったわ。私
私この間までこの間ちょうどほんましょっちゅうとガンダムの話してて、私ガンダムっていうものを見たことがなくて、ガンダムっていうあの機械が勝手に動いてると思ったから、あーじゃあモビルスーツ、ガンダムっていう機械の話、その機械同士のなんか攻撃とか、あ、揉める話みたいな感じと思ったら、その中にアムロみたいな人が乗ってるって聞いて、あ、そういうことなんって言ったら、あれスーツやん、今日もう一つそんななんかあの恋愛のもつれまであるって聞いて、すごいですよ、気になります、ドロドロですね、うん、アムロとシャアって有名なやつも一人の女のせいでなんかこうガンダムってそういう、そういうやつだ、人間模様盛りだくさん、へえ、それそんなん、僕小学校の時見て、あーすごい機械の世界だと思ってた、あ俺も思ってた、いやぜひ見てほしいですね、すけど小池です、ガンダムと星条一緒にしないんだけど、小池さん、小池さん、小池さん、もしかして道路公団が勝った、さっきの道路公団、まあまあ、じゃあ次行きます、選んでもらいましょうか、はい、僕これ同調できそうなんでこれにします、空調、おー、気になる、うん、同調できそうです、お空調、もう今日もね本当にねもう怒り爆発しそうだったんですけど、あのすっごい外暑かったじゃないですか、で暑くて、まあ、ノースリーブで行ったんですよ、でもう結構汗もかいてやばいと思って、暑いなと思って電車に乗ったらすっごい冷たい空気がガーッ来て、超寒くなって今度上着を着る羽目になったんですよ、まあ、10分ぐらいしか乗らなかったんですけど、10分間でそんな寒くなるぐらいの空調もうちょっと調節できないのかって、あのビルとかもそうなんですけど、それうちのスタジオそうやねんな、いやでもそれは女の意見かもね、だってショッツみたいな人が乗ってきたら、うん、そのくらいの空調じゃないと、いや違う、いや俺それユッキーにもめっちゃ共感するんで、俺めっちゃ汗っかきやから、でもそのくらいのがバーって感じれるんだ、バーって感じた瞬間もうほんまにその10分以内ぐらいでもう風邪ひきそうなんです、そうそう、あそうなんですよ、そんな汗が冷えてくるから、そうそうそう、しかもそういう車に限って弱冷って書いてありますよ、俺ザクレーなんだよあれ嘘やんな、わかるわそれっていうちょっと弱めにしてますみたいなやつ、あれめっちゃ弱冷ですよ、あそうか、あそう、私めっちゃミュネは空調の風が大好きな、そう私もクーラー大好きで、そうなの、でもなんかしかも遅刻ギリギリでブワーって走って飛び乗ったら弱冷車って書いてあってもうずっと汗が引かなくてそっちはそっちだ早く早くみたいな、調整はまあでも電車が一番多い、 あとでもビルとかも、もう入った瞬間凍えそうなぐらい冷えてて、いや外で暑いように服着てきてるからみたいな、それ言うたらスーパーとかめっちゃ寒ない、寒い、めっちゃ寒い、寒い、スーパーは寒い、魚コーナーに行くコーナー寒いですよね、確かに、あーちょっと言っていい、じゃあ私もスーパーっていうのがあるんだけど、あこのスーパーもう まさにその話、スーパーって人が生きるために生活してご飯を作って食べるために行くはずやのに、なんで魚目線なの、魚のとこめっちゃ寒い、いや、もうちょっと中に氷入れたりとかして、魚目線だよ、もうちょっと中に氷入れたりとかして、お野菜とかにも下にこうもうちょっと冷房入れたりとかして、人間もうちょっと心地よくしてくれな、もう選んでる間にこんなんなってきて、あの夏場はまだいいよ、もう冬、真冬11月とかダウン入っても余計寒い時あるやん、えダウン着ても寒いってどういうことみたいな、あれすごいよな、スーパーめっちゃ寒い、不思議なことにペットボトル料金そんな、そう、冷えてない、冷えてない、冷えてない、ここ冷えてへんで、なんで魚が寒いのにな、ほんとにもうめっちゃ寒い、あのめっちゃ寒い、もう寒すぎて寒すぎて、あの真夏でもスーパーに行くために私は車にパーカーを積んでるぐらいなの、じゃないと魚をゆっくり選べないの、魚目線寒くて寒くてこの魚がいくらかなとか選びたいのに、寒くてもうええわサバでみたいななるから、そのために私はちょっとあのパーカーを年がら年中車に積んでるぐらい、スーパー寒すぎました、ちょっとそれ隠し撮りで見てみたいんですめっちゃ寒いめっちゃ寒い、いやまあな新鮮のため、いや分かるけど、しなんかもうちょっとないのかなって、そのそこだけで冷たくする、そう空調で行くんや、まあ、みたいな、魚も冷房の感じで行けさすんやみたいな、今室内人だけとかできますもんね、そうそうそう、もうちょっとなんかないのかなみたいな、あるよな、たまにあるやん、こういうそのラックみたいなところで冷えてる、そうそう、まあ、そういうのじゃ追いつかないのかなと思うな、やっぱ経費とにかく寒いよな、寒
魚目線はすごかったな。いや真夏でタンクトップデニムの短パンとかに行った時もうめっちゃ寒い、あもう寒いみたいになってで寒いとトイレにも行きたくなるんやんか次、うん、あはい、じゃあもうあこれいっぱい買い物行ったけどここに置いてトイレ行こうとか、うん、もういろいろ結構普通の、うん、大体スーパーのトイレ汚いしな。そうそういう感じですね。あっすいません、はい、ありがとうございます。じゃあちょっと選んでみましょう。はい、15分ぐらいですかね。あと15分出てないの。何やったっけ、空調は。空調ですね。通じない日本語これ誰ですか。それ僕です。あ、ショットさんですか。どこにあるっけ、通じない日本語。あ、これね、通じない日本語なんですけど、まあ僕結構いろんなこう作業とかするみたいな、パソコンでこう椅子にこういうずっと一緒の体勢が多くて肩凝りまくるんですよ、うん、でまあ新宿とかって結構マッサージ屋さんがあるじゃないですか。でね、なんかのイベントの後にもうちょうどズライを誘って、いやもうめっちゃおもろいからトラ、マッサージ屋行かへん。そう、ライブ終わりにさ、そうそうそう、アロマのところがいい、安いところがあるみたいな感じで言って電話したら、全く話とりあえず通じないんですよはいみたいな感じで、はいって言うから日本語で喋るやん、こっちも2人でちょっと役取りたいんですけど、何時空いてますか。空いてない。だから、マッサージしたいんで空いてますか。空いてます。ほんで、ネットまあ見て、ネットにこんなコースがありますよね、うん、このコースやりたいんですけど、あ、そのコースないですみたいな。え、ない。いやでもアロマ専門って書いてますよね。うん、でもアロマできる人一人しかいませんみたいな。そうそうそう。あ、じゃあ、あ、わかりましたと。じゃあ一人アロマで、一人はもう普通のマッサージでいいんですけど、わからないみたいな。なんで電話つけてんの。まずなんで電話つけてんのみたいな話じゃないですか。で。でもマッサージめっちゃうまいんだよな、そこ。うまいねんけど、うまいねんけど、もう、で、そこの店舗に、もう、予約したいから何時何時って言って、もう時間も全く通じない。ほんとだ。11時に予約取りたいんですけど、あ、じゃあそこが11時までやったんかな。じゃあ12時までで、だから、1時間半で時間の予約取りが11時に取りたいんですけど、つったら、11時無理、13時やったらいけるって、全然違う。13時なんで10時間も変わるんだ。でもショッツが LINE でマッサージ予約取られない、日本語通じないってずっと言うから、いやもう、あ、そうそうそう、ショッツの喋り方が多分変だからなと思って、話しかけるわって負けたよ。すいません、明日の一番遅い時間だったら何時2人入れますかっていう聞き方をしたの、まず。じゃあ21時ですって言われて、あ、じゃあ21時ねって言って、ほらうまくいくやんと思って、21時、うん、アロマ2人お願いいたしますって言って、アロマ2人は無理です。そこのホームページには、ホニャララマッサージ店カッコアロマ専門店って書いて、アロマ1時間3900円って書いてるの、キャンペーン中ですって言って、で、あ、そうなんですか、え、そちらって西新宿店ですよね。はい、そうです。アロマ30分3900円ホームページにあるのを、そうそうそう、あ、2人受けたいんですけど、はい、2人無理です。じゃあいつだったら2人行けますか、そうそうそう、って言ったら、2人無理です。え、それどういう意味ですかって言ったら、アロマできる人1人しかいません。え、でもアロマ専門店ですよね。はい。でも分からへんから、それで予約して行ったら、結局私しかアロマしてくれへんって始圧やったから、いっぱい人いて、アロマ専門店って書いてるけど、アロマ一人しかできないよな、あれ。たくさん、しかも、まあその続きがあるんですけど、その西新宿店じゃないですか。もう西新宿店に俺も腹立ちすぎて、もうそれ日本語通じるやつだぜみたいな。商売してるんやろ、曲がりにもみたいな。電話番号載せてるんやったら日本人が絶対かけてくるやん。もう腹立ちすぎて、もういいわっつって、もう諦めて、初め1回目で諦めて、違うとこかけたんですよ、その系列店。
どこも一緒やねん、全部そうなの、全店舗、吉祥寺もその新宿2軒あるんですけど、新宿もあるし、恵比寿も、あとどこやったかな、白金だったかな、あんねんけど、全店舗日本語通じて、だから今度からもうネット予約しようなって決めてんの、ね、もう電話は無理だと思って、でもめっちゃうまいねん、そこいや、しかも行くまで不満ないよ、ほんまに取れてるんだから、そうやね、確かに、そうやね、ちゃんと日本語通じる人を用意してっていう話ですあとラスト10分なんで、あと1人選んでください、ちょっと1人、一番当たってない人は、逆になんかあのこれ言いたいみたいな人いないですか、これ言いたいみたいな人がおったらもうそれ言ってもらってもいいですけど、俺結構でもせっかくやから一番当たってる、ライスさんとイチロー君どっちが一番当たってないっけ、うん、どっちかな、2ずつじゃん、そうそう、2個ずつか、じゃあなんか1人ずつ1個ずついった、うんうんうん、いけそうかな、俺的にはこの瓶の方が気になる、瓶の方、あ、じゃあそれから見たオッケー、瓶の方ですね、型ってどういう意味、しかも漢字やん、型、そう、瓶の型ですよ、瓶の、あ、分かる、こうなってるとこか、そう、この瓶の、瓶がここから、ここでぐるぐる、ここからこう出したらとしたら、ここです、うん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 、ここにめっちゃ溜まるじゃないですか、あ、いろんなものがな、そう、だから化粧水とか、化粧水とか、あ、化粧品、なんか、クリームとかね、そう、美容クリームとかだと、こうやって、あ、はいはい、出して、で、最後、カッターが取れない、ここね、そう、あ、持ってきました、持ってきた、めっちゃ持ってくる。ほら、あ、分かる分かる分かる。ここね。ああ。はいはいはい。あ、すごいこと。めっちゃ分かりやすい。分かりやすい。分かりやすい。あ、もうちょっと前で見せてあげてほしいな。ここと隅、隅っこってことですよね。あ、端っこね。隅ね。ここがまあ取れなくて。綿棒、綿棒。で、綿棒で取ったら綿棒に持ってかれちゃうからね。綿棒に吸収されて。そうなんですね。ダメなんです。あ、でもここが浅いからいけないかもしれない、これでも結構女子目線よね、でもほらジャムとかもね、ジャムとかジャムはそこまで綺麗に、ジャムわかります、ジャムわかる、ね、ジャムやるじゃん、もう最後ジャム、なんでか指では突っ込みたくないんですよ、そう、最初パンでパンでパンでいくしかない、あ、パンでな、わかるわかる、瓶の型って言い方って、そういう意味か、瓶の型、もったいないよ、みたいな、なるほど、あ、じゃあもう最後なんで1個一郎君に選んでもらおうかな、あ、そうやな、そうだそうだ、あ、終わりました、何を喋るか、じゃあ僕が、ずっとこれもう未だに覚えてる、これビーフはチキンなんですよ、うん、お、ビーフはチキン、どこなんかなちょうど絶対領域の辺です、あ、こっち、ここだ、もうパッパイ行くんですけど、はい、これ5年前ぐらいに僕ハワイ行ったんですよ、うんうん、初めて友達たちと海外旅行、うんうん、デルタ航空で、うん、ビールとワインがただ飲みなんですよ、うん、で、僕あの実は幼稚園の時にあのインターナショナルスクール行ってたんですよ、英語ちょっと喋れるんですよ、うん、で、まあ機内で聞かれるじゃないですか、うん、ビーフォーチキンって言われて、で、僕だからお友達たちいるんで英語しようと思って、うん、ビーフ、ビーフ一向に来ないんですよ、僕のところに、うん、あれと思って、うん、すいません、僕英語でですよ、僕来てないですって言ったら、うん、あー、すいませんって言って持ってきたのがチキンなんですよ、ね、これ、まあ、これもう裏切られてるじゃないですか、裏切られてるね、裏切られてますよね、で、これ一番最後だったってことで、僕、じゃあこれが問題なんじゃなくて、航空券に、あのビーフォルチキンも聞くなって書いとく、あー、ほんまやな、確かに、で、ビーフのチケット売り切れましたって言われたら分かるじゃないですか、あ、確かに、さらにスペシャルしてくんないのっていう、でもその日の気分があるからかな、いや、分かんで、まあ、チキン、うん、もうなんかもう冷めちゃってんじゃん、ね、踏んだり蹴ったりやったんですよ、ビーフやったし、しかも、そうなんですよ、確かに、だって今のさ、その飛行機飛んのにホテルまで取れるんやったらそれぐらいやっとけよ、確かに確かに、確かに、で、しかもあれ、電車まで全部取れるやん、ああそう、しかもあれってさ、やっぱさ、英語ちょっとは喋れる人とかは気にならないけど、やっぱ英語喋れない日本人の人が多い中で、やっぱ外人が喋ってくることでみんな緊張するわけやん、ほんで、ほんまはチキンだけど、あ、ビーフビーフとか言っちゃう人も多いやんか、なんかあのこう、あの発音で通じなかったら嫌だからビーフにしようみたいな、でそのためにも円滑に行くためにも書いてる方が便利っちゃうから、ね、そう思ったら、でこれ結末があって、うんうん、でこれ結局そういうことがあったんで、あっちも覚えてるんですよ、僕のことは、はいはい、でちょっと喋るじゃないですか、僕も、うんうんうん、ちょっとあのみんなもお前ビーフもチキンも通じなかったじゃないかっていう、せっかく英語喋れるのに、
もっとそうやって喋って、俺喋れるぞっていうことでやって、で、なんでそんなイギリスなまりなんだよって言ってくるんですよ、あっちが。僕そんな気持ちじゃないんですけど、だから冗談で007見てたからだよって言ったら、もう降りるとき、で、あの、着いて、降りるときに、こいつだよ、007とか言ったら、もう、死ぬ天気で。通じならビーフ持ってきてっていう通じてるやんかあの呼ばれてたから何やろそれは話ですよ面白いいいねいい感じですねやられましためっちゃ面白いいやもうあの一つ言うのはもうみんななかなかうっぷん溜まってんねんと心配してたけどみんなうまいなしゃべるうまい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 もっと聞きたかったあと5分かあれですね今度別においでやすじゃなくてもなんかもう24時間ぐらいでもっとみんな集めてやってきるかもしれないやりたいなやりたい小心者だからお客様外人だと緊張するあそうやろうなうんいやこれお題があるとやっぱりこう早いですね話がみんなもう私甘さ控えめすっごいなんか分かると思ってたんだけどな誰の甘さ控えめ甘さ控えめ甘さ控えめちょっとピッてもし喋れるのに甘さ控えめとかスイーツじゃないじゃんって思っちゃうんですよ甘いに越したことがないから控えんなよってそうあでも私それだったら一個思うのが昔うち犬を飼ってるんですけど犬の誕生日用に犬用このケーキを買って犬って人間と同じものを入れちゃうとダメだからすごい薄味にしてるって言って犬のケーキがあったんだけど私のお友達のオカマナンシーがそれを食って美味しい美味しいとか私一口ちょっともらったのマジで美味しくてでも裏見たらカロリーが30とかしかないの人間用これでいいじゃんと思ったほんまなんで日本あんなカロリーなんか人間用カロリー高くて医療でこれ作れるんじゃんよく食べましたね作れやいや私はちょっとしか食べてないいけるなしはもう一口バッと絶対甘い方が美味しいですそういやでも普通に甘いの甘いけどカロリー低いからなんか作り方が多分あってそれでなんで人間を作ってくれないの？プリン体カットとかもちょっと意味わかんないですよね。そう、そう、なんかもう微妙カットは全部、全部もう健康志向じゃないければいい。嘘、私健康志向派かも。なかなか健康志向やだなと。そっか。私すごい産地とかも超見るし、消費期限とかなんでも。ケーキに砂糖かけてたんです。よく太れないね、細い。すごい。それはすごい好きなの大好きでもお茶嫌いお茶嫌い苦いから甘いのと合うだからもう甘いのが好きなんでしょうねケーキにココアとかねいやそう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 お店とかでも一番甘いのどれですかアメリカ行ったらじゃあ全部めっちゃ美味しいんじゃない絶対美味しい私アメリカのお菓子がまんますぎてコストコのケーキとか食われへんもんでも私2年暮らしたことあるんですけど2年いたらその甘さに慣れて日本帰ってきた時のミスタードーナツが味薄っと思ったへぇ今は慣れたけど日本の味にあ、いっぱいなんか皆さん言いたいこととか告知とかあればあれ強引あ、待って、そうだねそうだねツートンリリースとかでおめでとうございますありがとうございますいきなりちょっと告知になっちゃうんですけども8月にリリースした僕らのセカンドシングル「Going On」のですねミュージックビデオが昨晩から流れていますのでなんとミュージックビデオにショットさんもですね出てます参加していただいているので実はぜひよかったらチェックしてくださいあと18分なんかつらいはつらい最近ですねツイッターで動画アカウント開設しましてそうそうフォローありがとうございますそうあのいろいろカバーとかアップしてやってるので見てください見てくださいお願いしますツイッターでフォローしてね下にありますりょうずらいゆきのいちろしょつよねバイバイありがとうございますI'm gonna make you mine.
この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。